ださいです。どうしたのキリト君。なーに、夜に女の子の部屋に来るなんて非常識なんじゃないの。キリトさん、こんばんは。もしかしてスペシャルゲスト。まあゲストには間違いないわね。別に何かあったわけじゃないよ。女の子で集まって話をしてるだけ。しましょうよ。そうですよ、遠慮なんてしないで。キリトさんもどうぞ。悪いことなんてない、ない。みんなで一緒に盛り上がろうよ。そうね、とりあえずここにいる全員分の飲み物とつまみを買ってきてよ。あ、私飲み物はお茶系ね。なんですか？なにこれ？急に真っ暗に。すみません、私です。真っ暗で何も見えなかったもので。あ、ゆいちゃんか。あ、ごめんキリト。それにしても何なのよこれ。真っ暗なせいかちょっと肌寒く感じるね。あ、よかった、明かりがついたみたい。何だったんだろうね今の。脅かさないでよ。障害か、ありえるね。ことで定員オーバーなんてことはないわよね。
を元に戻しましょうよ。私のホームだ。ちゃんと装備した状態のままよ。障害ってこんなことも起きるの？外の様子も気になるけど、こんな格好じゃ出ていけないし。とりあえずどうしよう。でも確かに。キリト君、みんなと一緒にここにいて。今キリト君が言った通り、何が起こるかわからないから、このまま一緒にいた方がいいと思うの。時だからこそ一緒にいてほしいし。まあ私もアスナに賛成。このままで少し様子を見た方がいいわね。キリトさんがいてくれた方が安心できます。一大事みたいだしね。ジロジロ見ないんであればここにいてもらった方がいいわ。うん、キリト君、一緒にいようよ。私もこの症状に関しては詳しいことが分かりません。もう少し何か情報がつかめるまではここでおとなしくしていましょう。アスナさん、いるか？クライン？はい、みんないますよ。それこそ一大事だから。これ以上の厄介事は起こさない方がいいわね。まあ下手に何かをしない方がいいってことで。みんなどこに行っちまったんだ。おーい、アスナさん、キリト！
やっぱ待ってても復旧しないわね。あ、おせめ切れちゃった。やっぱキリトが来た時につまみを買ってきてもらえばよかったわね。別にいいじゃない。私たちが深刻になったって問題が解決するわけじゃないし。リズ、おせんべいまだあるよ。ちゃんと粉を引くところから作ったんだから。おお、さすが一流シェフ。お茶受けのおせんべい一つにもこのこだわりよ。こんな時によくお風呂とか行ってられるの？こんな時だからですよ。私、今晩お風呂まだだったし、こんな格好してると気になっちゃって。自由に使って。あ、私もお風呂入りたいです。一緒に入っていいですか？もちろんいいよ。一緒に入ろう。よかったね、ゆいちゃん。シリカちゃんに迷惑かけないようにね。はーい。じゃあ行こう、ゆいちゃん。それにしても、このおかしな現象が部屋の中で起こってよかったね。特に女性はね、そういった意味では不幸中の幸いだったのかも。なんか変な妄想とかしてるんじゃないでしょうね。シリカ、ユイちゃん、気をつけて。キリトが覗きに行ったわよ。だって、一緒に入ってきたら？それにしても、あれからは特に変わったことないね。Thank you.
えば？それはちょっと問題だね。いいお湯でした。アスナさん、ありがとうございました。さっぱりしました。おかえり。どうしよう。私も入ってきちゃおうかな。で、シリカちゃん？装備、普通の装備に戻ってる。し直しってことよね。確かにさっきそれは試さなかった。ちょっと私も試してくる。じゃーん、大成功よ。簡単な方法で治ってよかったじゃない。うん、ほんと大変だったわね。一時はどうなることかと思ったけど。ビズはそんなに困ってなかったじゃない。そんなことないけど、みんなが集まってたおかげでかなり落ち着けたのは事実ね。おお、キルト、みんなここにいたのか。クライン、探してたんだぜ。どこにいたんだよ。いや、それよりさっき騒動があったの知ってるか？一部のプレイヤーの装備表示がおかしくなるっていう不具合が発生してよ。装備の表示が？幸い俺は何ともなかったけど、お前らは問題なかったか？つけ直せばいいだけだって聞いたからよ。もしお前らがそうなってたらと思って知らせに行ったんだけど。そしたら誰もいねえんだもんよ。相当に焦ったぜ、まったく。まあ、なんともなかったならそれでいいんだが。どうしたんだ、微妙な顔してよ。は？いきなりなんだよ。クライン、何か
飲みなさいよ。このライムジュースでいい？私が注いであげる。待てよ、どういう風の吹き回しだよ。気持ち悪いぜ。そうだ、おつまみがないわよね。私が何か作ってきてあげる。ハスナさん、手伝います。それじゃあ、私は出来上がったものをどんどん運んできます。私は肩叩きしてあげます。おい、なんだよ、みんなして。さては俺に何かする気だろう。みんな正真正銘真心よ。だから満喫しておきなさい。多分今日だけだから。わけわかんねえよ。